ニュース系的元気。はい、全国ニュース系的元気ファンの皆さん、こんにちは。ということで、今日こちゃん。アンパンの話、パッパラーンよー、生。はい、ということで、北新地元祖生アンパン桜堂。はい、ということでね、桜堂の生アンパン、元祖生アンパンでございます。これね、まだね、生シリーズでございますよ。これ、またですよ、これ。ということで、ちょっと待ってくださいね。何が起きたのか。よく見たら、バッテリーがなかった。カメラのね。なんか赤いランプ、ピコピコなってんなと思ったらね、バッテリー不足でございましたね。よくあります。たまにありますね。動画撮るにあたってね、注意しないといけないのはね、まず SD カードが入っていない、そして録画ボタンを押すことを忘れた、マイクを、これ別マイクなんですけど、マイクをセンサーするの忘れた。まあ音撮れてないとか、ちゃんと動画撮れてなかったっていうのはもう悲惨でございますからね。これもうバッテリーがなくなった、もうこれもう最悪でございますから。はい、ということで、美味しいお召し上がり方、冷蔵庫から取り出し、常温で 2〜30分置いていただくと、より一層美味しくいただけますと、お召し上がりいただけますということで、こうね、この箱の冷蔵庫入れてたんですけども、これオープンしたいと思います。桜アンパン。まあ見た目はそんなに、僕の手ね、ここからここまでがだいたい20センチぐらいなんです。だからもう手のひらサイズですね。これでオープンしたいと思います。オープン。ウォーブイ、おい。なんかあんこと、これ生クリームかな。はい、ということでいただきたいと思います。いただきます。あ、すごいな。もうすでにね、あ、でも美味しい。こしあんなんですよ。こしあんやけど、やっぱりクリームもね、入ってるんで、クリームがでも美味しいね。合う。一個食べてみた。1個あたり181kcal って、確かにちょっと高いなとは思うんですけども、甘みと、なんかあんこの甘みと、あって、なかなか美味しいでございます。生あんぱん。アンパンマン生なんですよ。だからね、アンパンマンは生、アンパンマンは生なのか、あれジャム。そんな驚くこともないんですけどね。でもこれ美味しかったです。これね、どこにあるんかな、どこに売ってるんでしょう。大阪府箕面市、これ販売者ですからね。道島のあたりらへんですね。上目梅田の近くです。はい、この辺で、まあまあ住所書いておきますね、この辺にね。はい、生アンパン、なかなかこれ良かったです。生シリーズいいね。生赤福餅、のあの白あるんですよね。なんかちょっと気になる、なんでこの間なかったよみたいな。生赤福ね、生ごま豆腐でしょ。生アンパン、生がいいね。はい、ということで、ゆうすけ的電気はこれ生じゃございません、録画でございます。はい、ということで一回、じゃあ今度また生します。生ゆうすけ的電気しますのでね、ちょっとここ飛んでる。はい、ということで、生アンパン美味しかったでございます。はい、ということで、またチャンネル登録、コメント、高評価、またよろしくお願いいたします。はい、ゆうすけ的電気ではチャンネル登録、コメント、高評価、どんどん募集していますので、下の方にね、この下の欄にコメント、リクエスト、質問と何でも気軽にお書きください。それからツイッター、アメブロ、フェイスブック、ツイキャス、全て含めてゆうすけ的電気、よろしくお願いします。下の説明欄にリンクいろいろ貼ってますので、スマホの方はこちらからよろしくお願いします。笑みを浮かべて遠くを眺め、並んで夕日ただ見つめてた。